張って作ったんだから笑うな。ゲーム始めましょうか。このゲームは私、イリケガメが作ったゲームです。つまり私に作られたゲームということです。私は久々に新作を出しました。もう長らくゲームを作っていなかったので、ほぼ初めて作ったと言っても過言ではありません。ほぼ初めてゲーム制作をした私は頑張りました。文字通り頑張りました。身を粉にするとまではいきませんが、キノコの山を買って帰った日は絶対にゲーム制作するぞと思って渋々制作をしたこともあったくらいです。ほぼ初めてですので、至らないところは多々あると思います。仕方がないのです。私はただの人間ですから。でも頑張って作ったので、不出来なところを笑うのは許せません。許す許さないの問題ではないですが、許さないです。なので私の失敗を絶対に笑わないでください。初めて作ったゲームを笑われるなんて、今後ゲーム制作人生に大きなトラウマが植え付けられます。人が頑張って作ったゲームを笑うなんてクズです。よって絶対に笑わないでください。正しく遊べば3分ぐらいで終わります。どんでこすっても5分ぐらいが限界だと思います。では始まります。なんかいろいろ言われちゃったな。これが前振りとかボケなのか、それともガチで言ってんのかによってだいぶ話が変わってくるんだけど。ん？なるほど。お、落ちる。お、ちょっといきなり。ん？お、お、お何？遅くない？だいぶ溜めたね。溜めたし、お、お、うん。なんか出てきたんだけど、無事ってことでいいのか。イライラビームって何？イラ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 イ、クソイラついてんな。作者なのか何なのか分かんないけど、まあでも笑ったら怒られるみたいだからな。難しいこと言うよね。バカゲーなんだからさ。 笑うなって言われてもさ、あ、これ普通に取れちゃうのこれ。てかなんかまだいろいろさ、あーもううるせえ。クソうるせえじゃんおい。これおい、ハルドレベル27に上がった。うるさい甲斐があったな。うるさくした甲斐あって、なんかレベルクソ上がったんだけど。え、ってことはだよ。何度でもここに入ることができる。そしてどういう理屈かわからないが、ここに入ることによってレベルがさっきと比べてちょっと上がり幅が減った。これだから経験値入ってるってことなんだ多分。ほら、99,999経験値がここに飛び込むと入るんだ。だからいきなり20いくつまで上がったけど、次は30いくつまでしか上がんなかったってこと。そして何度もすることができる。そしてこれに何の意味があるのか、それは一切わからない。一切わからないけど、順調に上がってってんだ。これをしないとなんか勝てないとかあるか。イラ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 。まあ一旦ちょっとまたこれやんのめんどくせえから、ここでセーブをしといて、もしかしたらな、レベル99まで上げないと勝てないとかあるかもしんないから。でここでやっぱな、トランポリンだと思ったんだよ、そのカジノの。あ、おっと、おおい、え。ああちょっとレベル1に戻されてる。しかも誰だこのババアはよ。おい、ちょっと待ってください。あ、でもこの体になることによって、かこの左、何これ、この左の、ああ、しまった、俺がなんか変身して車輪なんかついちまったもんだから、滑りやすくなってたの。あ、うん、もうよくわからない。なんだ今の見えない壁は。ちょ、うん、あの、また遅いんだよ、ワンテンポよ。ワンテンポどころかツーテンポくらい遅い。いや、だからどういう理屈なの、そっから。そっからなんかさ、ぴょこって出てくるの何なのこれ。とりあえず、え、これだけ。あ、でもこの状態になったレベルが上がることによって、まあ、どうせ何も変わらない。どうせ何も変わらない気がするけど、まあ変わってねえな、そらそうだろうな。あ、ちょっと、お、ん、あ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 、え、ちょっと、あ、もう元、もう一回言っちゃった。もうな、何これ、もう上ボタン押しすぎちゃった。たださ、ここで下行くとどうなるんだ。左、右、あ、ダメだこれ、なんか挟まってる。ここ行けないんだ。あ、これでも、でも行けないよね。そうだよね、片道だよね。下から上に来ることはできるけど、下に来ることで、ここ行っちゃ、行き過ぎちゃうと、あー違う、行き過ぎた、ちょっともう。このマスに踏むともうこうなるんだ。ちょっと、あの、難しい。ここしか通れないってこと、これ。しょう、はっ、おい、なんだろ、右上の数字何。わかんないよ。もうわかんないっすよ俺、作者さん。これなんすかこれ。こっちだ、こっちから行けば、あ、でも、
なんもないんか。やめてください、本当に許してください。いろいろごと思った。イライラって IR になってる、よく見たら。なるほど、イライラポイントなんだあれ。はあ、ちょっと俺の単位作るんじゃんこれ、おい。はあ、あ違う、 6人いるんだ。6人どころじゃねえ、囲まれてる俺。これはイライラするわ。相手の段が長くてイライラしている。攻撃すればいいのか。倒した。めんどくせ、めっちゃイライラする。おい、イライラポイントがどんどん溜まってくわこれ。確かにどうなっとるんやこれ、俺の単位作るんじゃ。ていうか、なんかイライラビームとか覚えてたけどさ、これさ、項目がそもそも攻撃と防御しかないから、イライラビーム打てねえじゃねえこれ。これちょっと、こんなんだこれは。こんな、なんか意味のない、これ何これ、これで文句言うなってこれで文句言うなってどういうことや。あれさ、ボケなのか分かりにくいんだよ。ボケなのか振りなのか、それとも真面目に言ってんのか。ワンチャン真面目に言ってる可能性あるじゃん。いろんな人間いるからさ、バカげ作っときながらさ、笑うんじゃねえとかって、そういうこと言う人もいるかもしれないじゃん、中には。それでなんかさ、俺がこの動画上げてさ、この実況動画上げてさ、でなんか侵害です、傷つきました、なんか言われてさ、動画消さなきゃいけない羽目になる可能性だってあるわけでしょ。あの最初の一文のなんか、あれだいぶ効いてくるけどね、ボディーブローにね。あの一文読んで、あ、やめとこ、これ実況撮んのやめとこって思って、やめた人結構いると思うけど、あの真に受け取って。結構怖えよあれ、実況者にとって、あの人、あの一文、なんかバカにしたら、バカにしないでくださいみたいな、私は怒りますみたいなこと言われちゃったらさ、作者さんに怖えよ。だって受け取り方次第じゃん、ああいうのってさ。言ってしまえばさ、あんなの主観なんだから。だからどこまでをツッコミと、は。おい、はい、ですよね。ちょっと、ちょっと、あ、ちょっと、お前が邪魔だからまた踏んじまったじゃねえかよ、おい。で、なんで、どこ踏んだ俺、これバトルの方、バトルの方じゃないよね、わかんない。あ、バトルの方じゃねえ、トロッコになる方だ。あー、もうむちゃくちゃだ。このクソデカハルドのせいで、もうどこに俺がいるか分かんなくて、渡なく、あー、もう。だからこれでさ、クソとかさ、邪魔なんだよとかさ、強い口調でさ、こう例えばさ、なんだ、ツッコミをしたとするじゃないですか。うるせえってんだろうがよ、今俺が喋ってんだろうが。だからこういうツッコミとかもさ、なんか暴言吐かれましたなんかみたいな感じでさ、なんかね、怒らないでください、バカにしないでくださいとかってさ、作者が怒ったらそれでもうしまいじゃねえかよ、おい実況者よ。結局そっちのさじ加減じゃねえかって話になるからさ、怒る、なんかさ、その怒るポイント、どこまで OK で、どこまでがツッコミで、どっからがなんかもうライン越えなのかって、作者のもうどこにおるかわからん、このハロルドの消し方教えろ。だからどこまでがライン越えかわかんねえから、あの一文マジで聞くんだよ、やめてくれマジで。だからあの一文で怖くなってやめとこっていう人いっぱいいそうだし、実況撮ったはいいけどこれ大丈夫かな、どこまでがライン OK なんだろう、やめとこって、お蔵にした人も中にはいるかもしれない。でも俺はこの動画を上げます。結果なんかあの一文がガチで、ガチで作者さん言ってて、バトルかい。プシューって言った瞬間になんか、あ、やべこれまたかって思ったけど。クソめんどくせんじゃん。まあでも真面目な話さ、本当に難しいんだよな、あのどこまでが OK でどこまでがダメかって。だそれがそもそもあってっていうか、それをそもそも俺は懸念して、あのバカゲっていうジャンルを選んだみたいな、そういう話あったりするんだよね。これ邪魔じゃないって言えばいいのかな。え、動けないんだけど。あ、違う、動けてるんだ、動けてるけどでかすぎて邪魔でわかんねえ。これ魔王様のとこたどり着く、あとレベル上がっちゃった。もうこれ修正効かないから、ちょっと戻していいかな。もうこうなっちゃったらもう無理だもん。ここに戻って、でこっからこういって、であのなんかハロルドの分身を完全に無視、ちょっと、あのちょっと、はい、あ、でもこいつら、なん、こいつら関係ねえや。何もされてねえや、よく考えたら。あ、違う、あ、大丈夫なんだ、これ以上は増えねえんだ。いや増えてるかこれ、
これもしかしてこれなんかめちゃくちゃ連打したらこいつらものすごい数生産されねえか、増えてんのかどうかもよくわからない。もういいや、よく来たな。船が、なんなんだ、来るのかこの、来るんかい。もういいかな、もういいよ、もういいよ、お前目立ちすぎだよね。俺の勇者と魔王より目立ってるって何なんだよ。俺この間と何をつなげんのにも限度があるだろうがよ。暗くなった、暗くなってくけど何ちょっとおい。こうして魔王は撃たれた。勇者ハロルド、そして勇者ハロルドだけだろうが。なんでいつの間にかサンタに分裂してんだ俺は。この世界は平和に保たれたのだった。命を失った魔王は銅像のように立ち尽くしたまま勝利の象徴として祀られることとなったんだ。でなんかいるけどな、よく見たら右下でなんか荒ぶって下の方でな、ああなんかもう上に来たり、もう中央無事に駆け巡って、ハロルドが帰還した際には平和を待ち望んでいた民の歓声も左側に来てる。おいもう一回やった方がいいぞ、おい船動け、もう一回あいつやれって。元気にいるけど、ちょっとまだ魔王いるけど普通に。あ、終わった。いえ何これ、後語り聞こっか。めちゃくちゃいるじゃねえか。こいつ誰、正面から乗せたらすいませんでした。ちょ、マナー悪かったですね。どうも、ゆきがめです。ここはゆきがめ作のゲーム紹介の場所、左から古い順に並んでいます。見ててくるよな。ゆきがめさん、7人の侵略者、人狼推理系プラスアドベンチャーで面白そうだな。人狼ね。でもさ、俺人狼100パターンを優に超える超絶マルチエンドだ。ちょっと面白そう。人狼って俺ちょっとさ、俺自身がゲームルール把握してないところがちょっとあって、サンライズアゲイン。未完成なんだ。あ、未完成のゲームとかも紹介していく感じなんだね。刑事として働く。推理系が好きなのかな、さっきから。なんか人狼ゲームだったりとか。真面目なゲームとかを結構よく作ってて、で、なんか今回、タガが外れて、はっちゃけちゃったみたいなね。なんか嫌なことがあったんだろうな、多分な。そしてこのゲームをタイミング侍。未完成多いな。バカゲープラスで、バカゲーやっぱ好きやないかい。いやでもな、それはね、ちょっと俺分かってたところあったんだよね、本音を言うと。まあ、だから、あの最初の一文もマジで言ってるわけじゃなくて、そういうボケとかそういう振りなんだろうなっていうのはね、正直ちょっと分かってたところあった。っていうのはね、この作者さんのバカゲー、何個かやったことあるんだよね、実はね。セブン、プロンゲー読めないソード。正統派 RPG。あ、正統、普通の RPG も作ってんだ。仲間が増えていくバトル RPG。王道だね。へえ、これなんかプレイ時間めっちゃ長そうだな。あ、免疫獲得。ゲットイムニティ。完成公開中なんだ。鬼ごっこゲームなんだけど、このゲームだけ、5分。プレイ時間5分いけたら、5分いけたら神。でも一瞬で終わるんだ。このゲームだけなんか画像もついてないし、あ、これこれこのバカゲープラス鬼ごっこゲープラスほうひげこのおならゲーと、あとこれの続編もあって、それね、確かね、俺やったことあって、でなんか確か実況上げたんだっけな、ちょっと覚えてねえな、上げたけど消したんだっけな、自分のなんか実況が不出来すぎて。まあ過去のちょっとそういうなんかね、恥ずかしいあれなんだけど、このなんかもう完全にバカゲーおならをこくことによって精神診断ができるとかっていう、もう意味不明なコンセプトのバカゲーなんだけど、ちなみにクソ面白かった。で、サクラティブうんこ型、もううんこ好きすぎやろもうこの作者さんなんかさっき下ネタばっかりやんけ。もうおならとうんこ好きすぎやろ、もうさっきから。あと鬼ごっこな、おならとかうんことかと鬼ごっこ好きすぎやろ、さっきから。一応全部、この楽器はお尻かしら？完成公開中。また放棄やないかい。音楽プラス放棄なのか、音楽でなんか、おならの音をはめようとしてるんだ。リズムゲーではなく自分で、リズムゲーじゃないんだ。そのなんか、はめてなんか、その音ゲーみたいにしてんのかなと思ったらそうじゃないんだ。アンロックザ、ガーディアンか。あ、これ未完成な。未完成多いんだね。あ、
2章まで公開、そういう系か。途中まで作ったよみたいな。俺こういうさ、途中まで作ってて第何章まで公開中みたいなやつって、なんか途中までじゃあそこまでやろうって気になんないんだよな。全部完成してから一気にやろうって思っちゃうタイプだから、それがあってなんかまだやれてなくて楽しみなやつとか結構あんだよな。無駄な〇〇〇〇はやめて出てきなさい。要求はなんだ、〇〇か、田舎の〇〇が泣いてるぞ。人質は〇〇なんだろうな。バカゲープラス立てこもり犯を説得するゲーム。セリフの一部が穴抜けになってる好きな言葉を自分で打ち込むのね。でこれもう実況力というか自分のなんか逆センスが問われる系のやつな。あるあるこういう系のゲーム。でこれで以上か。で二度とこの空間から抜け出すことはできない。あ、他の作品持ってたけど、はい、見ました。わからん、先もよろしいに。で、ゲームオーバーにすんなよ。そこはもうゲームクリアにしてくれよ、おい。はい、ということで頑張って作ったんだから笑うな、ゲームでした。最初のなんかちょっと作者語りの部分でちょっとどぎも抜かれたというか、わ、やべ、ちょっと大丈夫かなみたいになったけど、なんか昔某有名 VTuber さんがさ、フリーゲームやってこれ昔のゲームだからみたいないじり方をしたらそれで炎上したみたいなのもあったじゃん。だからああいう感じでやっぱり個人のゲームってやっぱりどうしてもそういうところあるんだよね。それがいいとか悪いとか言うつもりはないんだけど、そういうもんっていう話で、でそんな中でやっぱり俺フリーゲーム中心にやってるから、その辺の問題をどうするかっていうのもあって、だからバカゲーっていうジャンルを選んだっていうのもあるんですよね。やっぱりバカゲーだと向こうがやっぱボケてるから、それに対するツッコミっていう意味で言うと、他のゲームと比べてやっぱり強い言葉とか使うことになっちゃったとしても、まあツッコミだし向こうもまあボケてるからみたいな感じの、そのプロレスっていうのが成り立つから、まあだから向こうにもなんか理解を得てもらいやすいというか、そういう理由でバカゲー選んだところあるんですよね、ジャンルとして。まあそうじゃないとやっぱりどこまでが OK でどこまでがダメかっていうのが個人によって違うってなってくると、フリーゲームの作者の数だけラインが存在するってことになっちゃうと、それ全部なんかここまで OK かな、ここまで OK かなとか やりながらなんかこう実況しだすと面白いの絶対作れないんだよね。てかもう究極的なことを言うと、そんなことばっか考えてたらもう一言も喋れなくなっちゃうみたいな。そうだから、なんで俺はこんな急に真面目な話をしてるんだ。まあなんでこの動画がまあ後日消えたら、まあそういうことだと思ってください。はい、ということでありがとうございました。